かなり痩せ細ってきてない、葉っぱも弱ってきとるから。そうだな、風と大雨と虫の影響なんで、もう網をやらないというか、あそこに網準備したけどね、あそこに明日やるか。今日風がすごい強いでな、ちょっと今日やめだ。虫に食われたわ。まあこれぐらいならまだ復活するけどね、全然、まあ、全然全然もっとでかくなれるよ。よし、明日だな。ほらね、ポックン抜かされたぞ、ついに身長。ほらもう抜かされたぞ、これここまで来ちゃってるよ俺ね、早いだろ。あっという間に抜かされとるかな、ポックン。おい、こっち。よし、まずは水やりからよ。ね、うん、よし、棒を変えるか、真ん中のこの棒を。だもんね、こっちがいいやつもこっちを抜く、これでいい、うん、絶対取らんでか、細くなっちゃうからね、うん、よし、じゃあと整えてから網を張るか。これを引っ張るんだっけよね。そうだよ、このままいくとこうなってくるんで、うん、俺のやり方ね。上げてあげる。でこれだんだん緩くなるね、成長するためにさ、うん、こうやって引っ張ってきて、こうやって、うん、こうやってなるかな。これ俺のやり方ね。全然あれだな、良くなったな、良くなったつか最初のクラブと比べると形になってきてるだな。ああ、今回入り口はここにしたわ。こっからこうやって入れるようにする。でこれは水のたまり場、ちょっと広くしたよな。これでもう大丈夫だ。キュウリもちゃんと成長しとるだな。キュウリ、うん、キュウリ、キュウリだよ。みたいにこれキュウリもうできとるよ。ああ、ちょっと花があれだね、つぼみができとるもんね。やな、これはトマトだね。トマト超えたかな。うん、ほら、抜かされた。やったか。ご覧です。あ、やってない、やってない。結構強いだ、こっちは。あの売り場にがおるでな、うん、茶色いやつな、うん、うん、よし、トマトの整理も OK。 下の方はもう全部切ったよな。キュウリも順調。